金額の左側にある駅名員が途中下車員である途中下車とは乗車券の県面に表示された発着区間内の途中駅で全都区間が有効のまま下車して出場すること。友人駅においては改札口を出ることで出場となるが、無人駅及び友人駅の無人時間帯では列車から下車しホームに降りた時点で出場となる。 使用する乗車券の区間内に途中下車が可能な駅があるかどうかは鉄道事業者や乗車券によって異なる。途中下車できない駅で下車した場合、乗車券は全都無効となり回収される。この場合は途中駅での下車ではあっても運送約款に定められた途中下車ではない。途中下車が可能な駅がない乗車券に記載されている文言は下車全と無効であり、 途中下車前と向こうではない。また、改札口を出ることなく、列車を乗り換えるのは、途中駅での下車ではなく、途中下車でもない。遠距離低減性を採用している、鉄道会社では、乗車区間ごとに分けて、乗車券を購入するのではなく、最終目的地までの乗車券を購入して、途中下車制度を利用した方が安価になるケースが、ほとんどであるが、一部例外もある。なお、 日本以外の国や地域では、乗車する列車を指定してその列車のみ、有効の乗車券を発行するなど、このような制度が存在しない例も多い。規則鉄道運輸規定13条は、乗車券派それの通用区間中何れの部分に吹いても、それの効力をありすただし、取特殊の乗車券また、派列車に不鉄道が別段の定めを試したるとき派、これの限りに、在らずと定め、 権利の分割行使を認めている。JR ではこれを受けて、旅客営業規則156条において、原則として途中下車を過渡し、別段の定として以下の条件に該当する乗車券について、途中下車を認めない駅を定めている。以下に該当する場合でも、連絡普通乗車券を使用する場合、他車線との接続駅では途中下車が可能である。 JR の乗車券は使用開始後に有効期限が過ぎても懸命に示された目的地の駅まで使用することができるが、有効期限が過ぎたものは途中下車できない。上記に示した場合を除き、乗車券に示された経路内であれば逆戻りをしない限り経路内の任意の駅で何度でも途中下車できる。また必ずしも途中下車した駅に戻る必要はなく。 逆戻りにならなければ下車した駅より、先の駅で乗車して、そこから旅行を再開することも可能である。特急券やグリーン券は、基本的に一列車限り有効で、新幹線や、首都圏の普通列車のグリーン車など複数列車を乗り付ける特例が存在する場合でも出場すると、全都無効となるため、特急券やグリーン券については途中下車の概念は、成立しない。 スイカをはじめとする IC 乗車券やその他時期式ストアードフェアシステム乗車券で SF を利用して乗車している場合は入場時は出場駅や利用路線が未確定のため途中下車の概念がない振り替輸送中の場合は本来の乗車予定経路などから外れるなどの理由で途中下車の概念は成立しない乗車変更として扱われるまた、いわゆる 割引ギップでは、フリー乗車券の乗降自由なエリアを除き、途中下車が禁止あるいは、指定駅のみに制約されているものが多い。途中下車が不可能な駅で下車した場合は、前途を放棄したものとして、乗車券が前途無効となり回収されるか、乗車券の使用が認められず、改めて正規の運賃、料金を支払うかのどちらかである。エクスプレス予約などで予約購入した、 乗車券は途中下車できない。旅百165条では、これらの途中下車を認めない駅で下車した場合は、乗車券を全都無効として回収すると定めている。ただし、旅百157条3項、160条3項、旅客営業取扱い基準規定148条2項などで、大都市近郊区間駅総合発着の乗車券で、東京付近の特定区間駅発または、 木の乗車券を用いて、迂回乗車中の場合に、途中駅で下車した時は、区間変更として取り扱うことが定められている。これらのケースで、全都無効とすると、実際の乗車区間の運賃よりも安価に乗車できることになるので、実乗車区間の運賃を徴収するための措置である。また、特定特殊ない、東京山手線内発の乗車券を使用し、 出発地と同じ特定特市内、東京山手線内の別の駅で下車した場合、出発駅からその下車した駅までの運賃を別に支払えば乗車券は無効にならず回収されない。駅の構造上、改札を出ないと乗り継げない場合の乗り換えによる出入場は途中下車に当たらない。九州旅客鉄道のおりょう駅、新都市駅、筑後線小屋駅、新八代駅、 東日本旅客鉄道のつばめ三条駅、作平駅、飯山駅、古川駅、新花巻駅、八戸駅、浜川崎駅、西日本旅客鉄道の糸井川駅、新高岡駅及び、東海旅客鉄道の三河安城駅が該当する。かつては、大畑駅、新潟駅、堀江駅、石巻駅、海駅、尼崎駅、宮島口駅、 武蔵小杉駅もあったが、大畑駅は大島連絡線の廃止、新潟駅と堀江駅は、と市堀連絡線の廃止、石巻駅は、駅舎統合、海駅は勝田線廃止、尼崎駅は、福知山線尼崎港支線廃止、宮島口駅は、宮島航路の子会社か、武蔵小杉駅は、連絡通路の完成により消滅している。また、帯広駅のように、 ホーム別に改札が設置されている駅で列車の運行上ホームをまたいだ乗り換えが必要になる場合の出入場や列車別改札を実施している駅で改札から一旦出場して待ち合わせするよう指示された場合など鉄道側の都合による出入場も同様である。前述した大阪市内発着や神戸市内発着の乗車券での乗り換え出入場を含めて これらの出入場は途中下車に対して特別下車と称される。変遷国鉄において初めて途中下車が認められたのは1889年7月、東海道本線の全通に際してである。50マイル以上の乗車券を所持する旅客は途中駅で自由に下車して再度乗車することを認めた。当時は列車の速度が遅いことや車内の設備が貧弱でもあったため、 夜に主要駅で下車して、宿に宿泊し、翌朝出発する旅行形態が多かったらしい。その後1890年11月途中下車を制度化し、指定駅のみで途中下車できる制度に改めた。当初、全国で17駅を指定しその後拡大した。1916年5月には指定駅制度を改め、乗車距離に応じて、 途中下車できる回数を2回から5回までに制限する方式を採用した。この回数制限は1932年8月に撤廃され今日に至っている。回数制限の撤廃当時は東京と大阪の電車区乾走後発着の乗車券以外は距離の制限なく途中下車が可能であった。しかし戦後の1958年10月1日に21キロ、 以上の制限が加えられ、1966年3月5日の運賃改定に合わせて31キロ以上に、1969年11月に51キロ以上と段階的に制限が引き上げられた後、1980年4月の運賃改定時に101キロ以上になった。民営化後は途中下車の制度自体に関する変更はないものの、 前日のように乗車区間の営業キ路に関わらず、大都市均衡区間内のみを経由する乗車券での途中下車はできないため、東京、大阪均衡区間の拡大、新潟、仙台均衡区間の導入により、営業キロ101キロ以上でも大都市均衡区間に含まれるようになり途中下車できなくなった区間もある。これにより、東京都区内から岩き駅、松本駅のように、 最大経路の営業キロが200キロを超える区間でも途中下車ができない事例が出ている。私鉄、公営などの JR 以外の鉄道事業者では普通乗車券での途中下車を認めていない事業者が多い。途中下車を認めている場合、JR と同様に一定の距離以上の乗車券について途中下車を認めている事業者と指定された駅でのみ途中下車を認めている事業者がある。 また、私鉄では途中下車を認めていても、乗車駅からの運賃が、懸命に示された運賃と同一となる駅では途中下車できない事業者が多い。JR と同様、一度改札を出ないと乗り換えができない駅で乗り換えのために出場する場合は、途中下車とはみなされない。以下にその例を示す。ただし、これらの駅では、自動改札やストアードフェアシステム、 IC 乗車券の普及に伴い、出場時間に時間制限が設けられていることが多い。時間切れになると乗車券は、全都無効となり、ストアードフェアシステムカード IC 乗車券はその駅で、運賃計算が打ち切られる。国鉄や JR から移管された第三セクター鉄道には、自社の営業キロが 100km を超えると途中下車を、可能とする事業者が、複数存在する。 ただし、三陸鉄道は2019年3月23日に通過連絡を挟まない自社の営業キロが1 0 0トルを超えてからも普通乗車券の途中下車は認めていない。現在も実施している事業者当該事業者の路線内発議の乗車券で可能な事業者のみを記載。連絡乗車券のみ可能な事業者については口実。かつて実施していた事業者連絡乗車券のみ。 可能な事例 JR など他の事業者との連絡運輸を行っており、事業者間の営業キロ合計が101キロ以上で、有効が2日以上となる連絡乗車券についてのみ、当該事業者内の駅で連絡接続駅以外でも原則として途中下車が可能になる。連絡運輸規則第76条第4号の規定により、中には、 前期にかかわらず途中下車を不可とする事業者もあり、詳細は事業者ごとに確認が必要である。一例として、同条件の JR 連絡乗車券があるアルピコ交通は、車線内駅については途中下車不可である。定期乗車券については、日本では一般的に区間内の途中乗降を認めている。世界的に見れば、定期券は決められた区間を決められた目的で、 乗車するために運賃を割り引いて発行するものであって、それ以外の目的で乗車する場合は、改めて切符を買い直す必要があるという趣旨から、定期乗車券で途中乗降を認めない例も、ドイツ鉄道などにある。日本において途中乗降を認めていなかった例としては、かつての名古屋市交通局の通学定期乗車券がある。地下鉄開業時の1957年に、 制定された名古屋市高速電車乗車両条例、施行規定には指定した通用区間内における途中条項は通学定期を除き制限しないものとするという条項が存在した。通学定期券については途中条項無効という取り扱いをし、区間内の途中下車及び途中乗車を認めず、定期券による乗り越しは別途乗車扱いで乗車駅からの運賃を徴収していた。 この規制は1973年4月1日に撤廃された。オーストラリアのメトロタスマニアではバス料金にセクションごとの区間制が導入されている。そのためチケットでの最初の乗車時から90分以内であれば何回でも途中下車をすることができ、再乗車可能となっている。ありがとうございます。